中村正造8月11日は日本の海軍軍人。太平洋戦争を潜水艦長として戦い、商船攻撃や物資輸送に功績を挙げた。その死は終戦を目前とした戦病死であるが、原因は広島市への原爆投下による被爆であった。最終階級は海軍大佐。中村は福島県出身の海兵54期生で、 1926年に海軍兵学校を卒業した。海兵54期はワシントン海軍軍縮条約の影響で生徒数の削減が行われ、同期生は68名である。中村の赤字は外であった。同期生には青年士官運動の影響を受ける者も,もおり、4名が特攻警察作成のブラックリストに掲載されているが、中村の名はない。 中村は潜水艦専攻士官として、両66、両61、六、e、61で潜水艦長を歴任した。1941年1月、五、e、53潜水艦長に補えされる。五、e、53は、海大三型 A のネームシップで、魚雷16本の攻撃力を有したが、中村着任時には工後52年を経過していた、老朽艦であった。 E53 は同系艦の E54、E55 と共に第4潜水船体に属する第18潜水隊を構成した。中村の E53 は太平洋戦争開戦時はマレー半島東方の3回戦配備につき、A 東洋艦隊の出撃に備える。マレー潜水艦部隊は機雷を敷設し、 さらにその北方に3段の3回線を展開し、E53 の担当は、その1段目東端であった。イギリス戦艦発見伝を発した E65。潜水艦長は、原田護衛少佐。さ。3回線の2列目を担当した E65 は、プリンス・オブ・ウェールズ・レパルスを発見し、E58 は来撃したが命中していない。南方部隊指揮官。 近藤の武は12月26日に、マレー作戦、乱印作戦支援のため、第2期作戦兵力部署を発令し、第18潜水隊を含む第4潜水戦隊は、マレー潜水部隊として連合国艦船の攻撃に向かった。E53 はシンガポール付近に配置され、12月29日にカムラン湾を出撃したが、故障のため引き返し、 翌年1月6日に再出撃した。E53 は、カリマ高い峡などで作敵したが、戦果はなかった。マレー潜水部隊指揮官でもある、吉富少将は、第38師団が実施するパレンバン・バンカ島攻略を目的とした、L 作戦に協力するため、E53 及び、両33に、寸高い峡北に3回戦配備を命じたが、両艦とも快適していない。 2月7日、第16軍が実施する、ジャワ島攻略に協力するため、第4潜水戦隊と、第6潜水戦隊をもって、高潜水部隊が編成された。E53 もこの部隊に属し、同日に、カムラン湾を出撃した。アナンバスで待機した後、チラチャップ沖に進出するが、途中で、駆逐艦から攻撃を受けている。E53 は2月27日に、 乱戦を、翌日には、A 船、南船各一隻、計三隻一万千二トンを撃沈した。第十八潜水隊は、これまで戦火に恵まれなかったが、この作戦行動で、E54 が一隻八千八百六トン、E55 は二隻六千四百五十六トンを撃沈した。第四潜水戦隊は三月をもって、解体となり、第十八潜水隊は日本へ帰還。 イ53は練習潜水艦となり、中村は5月24日をもって離任した。中村はイ6潜水艦長に転じる。イ6は巡戦2型で同型艦は存在せず、前任の稲葉通襲時代には新珠湾攻撃に加わり、サラトガニ魚雷を命中させていた戦歴を持っていた。所属は第2潜水戦隊でイ4、イ5と共に第8潜水隊を構成した。 第2潜水戦隊は整備終了後に、豪州方面での作戦が予定されていたが、第5艦隊を機関とする、北方部隊に編入となる。ミッドウェイ海戦の敗北を受けて、連合艦隊司令部は、アメリカ海軍が北方で作戦する場合に備えて、兵力増強を図ったためである。威力は6月20日に、横須賀を出港し、整形178度、 北緯50度から48度付近に設定された、計算回線での紹介、トカ等の偵察を行い、また、キスカ島の防衛任務に就いた。しかし、米の反撃は行われず、第二潜水船体は、老朽艦で構成される、第26潜水隊、第33潜水隊に後を譲り帰還した。中村の、は、艦残留して引き続きキスカ島の防衛にあたり、 現代復帰は2週間遅れの8月15日である。E6 は横須賀で整備を受けるが、この間に第2潜水船隊及び第8潜水隊は解体となっている。イ、e、1 6はショートランドやラバウルから輸送に出撃した。イ、e、2 0との接触はニューブリテントを南方で起きている。1943年12月18日。 中村はイ26潜水艦長に補いされ、翌々年の2月15日まで指揮を取り、在任中に仲裁進級する。イ26は巡戦兵型のネームシップで魚雷20本の攻撃力を有していたが、海戦以来公標的搭載艦として使用されていた。中村が着任した時期は、ガダルカナルの戦いで日本は劣勢に追い込まれ、11月には、 ガトウと呼ばれるようになったガダルカナル島への潜水艦による物資輸送が開始されていた。なお同地にあった第二師団は中村の共同部隊である。イ1 6は1943年1月から潜水艦輸送に従事する。13日にガダルカナル島か民房に到着したが航空機の制圧を受け、街道を図った大発は現れなかった。 このため物資を詰めたドラム缶を付養して離脱している。ついで25日にガダルカナル島エスペランスに到達し、運河島を使用して物資18トンの揚陸に成功した。イ1 6は輸送成功後に化合作戦に作応するため高潜水部隊への編入が予定されており、イ1 6はガダルカナル南方の高山海線で配置につく。2月3日には 巡洋艦等の部隊を発見したが襲撃には至っていない。この間橋本慎太郎を指揮官とする駆逐艦部隊はガダルカナル撤退作戦を成功させた。E16 は犬潜水部隊に編入され、エスピリスさんと付近で敵艦船攻撃を命令されたが快適せず、トラックへの帰還は2月26日である。e ロクは再び輸送に従って4月1日に、 苗に到達し、量食約40トンの揚陸に成功している。E16 に上艦し、上枠に向かった遠藤貴一司令長官。しかしこの基とでやはり苗への輸送に従事していた E20 と水中接触事故が起きた。二2 2は異常がなく3日に苗で物資を揚陸し、その基とでは足立23代18軍軍司令官らを同乗させている。 1> イ1 6の損傷は警備であったが、日本へ帰還することとなった。所属は、第一潜水船隊第一潜水隊となるが、胴体は9月25日をもって、解体となり、第二潜水隊へ編入となる。9月、南方へ出撃したイ1 6は、再び潜水艦輸送に従い、ラバウル、潮艦で6回の輸送に成功し、また、第9艦隊司令部を、上枠に輸送している。 この後、第一潜水船体は、解体となり、E16 は、横須賀駅艦。中村は離任した。1944年2月25日、E157 潜水艦長に補えされる。この艦は、海外産型が旅の一艦であるが、春行は1929年という老朽艦で、1942年6月までは、実戦に従事したが、以降は、 レチンジョフ部隊に所属していた。しかし1945年4月に他の海大6型潜水艦5隻とともに第34潜水隊に編入される。E157 は他の4隻とともに回転を太平洋側に設置された回転基地へ輸送し、さらに本土決戦に出撃する回転の搭載艦としての訓練を行った。 しかし8月6日に起きた広島市への原爆投下によって中村は被爆し9日付で E157 潜水艦長から離任したその市はさらに2日後であり同日付で大佐へ進級している中村在任時の名称は E53 でその離任3日前に E153 へ変更された E54 も故障のため引き返している所属国 撃沈数は日本海軍の潜水艦その戦歴と全記録でも確認できる。陸海軍召喚人事騒乱海軍編では5月23日。日本海軍はミッドウェイ作戦と並行してアリューシャン作戦を実施し、アッツ島、キスカ島の占領に成功していた。日本海軍潜水艦市では昭和17年2月19日であるが、当初では 前任の山田香織が17年12月19日まで在任とあり、また、同社の他の部分では17年2月19日時点で中村は E53 潜水艦長となっている。ありがとうございます。